西暦2026年、世界で同時多発した第一核変動アースレイジにより、世界は4つに分断された。4つの大地では、支配、戦争、天災、飢餓が勃発し、人類は混乱に陥った。しかし、そんな中、世界の中心に一つの巨大な塔がそびえた。天に向かって伸びるその塔は、世界を見下ろすがごとく勇壮で、人々はそれが未来を暗示する礎だと信じた。そしてそれは神に一番近づける場所としてバルブの塔と呼ばれた。新入りさんのご到着ね。さて、また忙しくなりそう。ですもんね。ここが終点らしいですよ。こちら閻魔帳といいまして最重要デバイスです。
申し遅れましたが、俺アンクルですと申します。先輩とは長い付き合いになりそうな予感がします。
お前のキノコを分けてくれないか。素晴らしきキノコをありがマザーバルブのご利用ありがとうございます。このガイダンスではバルブの塔のさまざまな魅力について説明させていただきます。バルブの塔は総面積 5.97 平方キロメートルのサウス東京島に立つ塔です。その起源は2026年に起きた世界同時多発大地殻変動アースレイジで、高さは514メートル、
高層ビルのおよそ130階に相当し、今もなお高さを増し続けておりますが、地殻変動との関連は不明です。頂上まで険しい道が続きますが、無事登り切ると御利益があるという伝説があり、塔に訪れる人々の多くは頂上を目指します。しかしながら過酷な条件が重なることから、抗うことのできない力の犠牲となる方も多く、そんな人生の悲哀を垣間見ることができるのもこの塔の特徴です。お客様におかれましては、バルブの塔にぜひ登っていただき、この塔ならではの様々な魅力に触れ、お楽しみいただければと思います。あ、起きました？先輩寝ちゃうからもう電源送っちゃいましたよ。え、何の電源かって？デスドライブ 12% ですよ。さっきやってたじゃないですか。やばかったでしょ。もう最高なんすから、これ。あ、かっこいいっすよね。レッドイットダイ、これプレイしとけば問題ないですから。もうやることは単純明快です。バルブの塔のてっぺんを目指すだけ。いわゆるローグ系っていうか、ハクスラーっていうか。先輩ゲーマーじゃないですか。なら大丈夫っす。とりあえずやりましょう。ちょっと準備しますね。準備できました。早速やりましょう。じゃあ起動しますね。Let it die. Bye.
力を信じるどうしよう。また来い。いらっしゃい。この売店では塔を登るために必要なグッズを直で噴射してるってわけだ。設計図と素材があれば何だって作ってやるぞ。ただその場合は報酬としてあんたのあれを少しばかり分けてもらうけどな。あのエネルギーを使ってこさえるってわけだ。よろしく。またよろしく。
Thank you.
you
キノコの力を信じる同志よ。また来い。待ってたぞ、キノコの力を信じる同志よ。キノコなき者に。おお、よく来たな。ありがとうな。ありがとうな。またよろしく。見せて、キノコよ。シークレットオブマイサクセス、シークレットオブマイサクセス、シークレットオブマイサクセス。シーク、また来い。キノコの力を信じる同志よ。キノコなき者に栄光なし。あれやってんだ。なんかあったら聞いてよね。僕の手が空いてた。
ごめん、今100連勝中だからさ。なになに、ちょっと今コンボつながバルブの塔には様々な魅力がございます。その一つがたくさんの種類を誇るキノコです。時の流れとともに進化や変異を繰り返し、その数は40種類を優に超えるほどとなっております。キノコ狩りはこの塔を訪れる人にとって大きな魅力となっておりますが、致死濃度 LC50 を超える有害な胞子を噴出させるものもあり、ひとたび吸うと肺が腐敗するだけでなく、場合によっては死に至るケースもございます。バルブの塔で生活している人々はマスクをつけることで対策しております。良いキノコ、悪いキノコ、それぞれが持つ効能を見極められるかどうかが生死を分けると言っても過言ではないでしょう。私に聞いても何もわからんけん。やりましょう。Thank you.